じゃあ、サムデイサム屋の真島若菜です。はい、2期生アンダーの高橋みのりです。ということで今日はわりちゃんをお迎えして2回目のカフェでの配信をスタートしていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そうそう、なんかこの間思ったんですけども、なんかテロップをね入れようと思って。あ、いいですね。今回から何がいいと思いますか、わりちゃん。考えて。世界一美味しいカフェ、世界一人気ラスアイカフェ、世界一愛のあるラスアイカフェ、世界一愛のあるラスアイカフェ。入りますかね。それで長いとあれなんですよね、できない時あるので。分かった、じゃあ頑張ってやるね。世界一愛のあるラスアイカフェ、まあラスアイだしね。そうですね、確かに。よし、じゃあ完了。これでいくか。行きました。行きました。テロップつけられたってことで、はい、世界一愛のあるラスアイカフェから、はい、お送りしておりますね。よろしくお願いします。じゃあ軽く自己紹介をさせていただきます。はい、あ、私じゃなくてわりちゃんの自己紹介聞いていいですか。ちょっと私聞きたいなと思って。軽くわかりました。はい、じゃあ改めましてラストアイドル2期生アンダーの高橋みのりと申します。我とかみっちゃんって呼ばれてるので好きに呼んでください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日めっちゃ盛り上がってますね。いや、本当ありがたいです。熱いコールがすごい。はい、ありがとうございます。私本当に我ちゃん呼んでどうしても一番聞きたかったことがあって。はい、なんで我なんですか。あ、ね、皆さんも気になってましたよね。ね、生まれてから高校生までずっと自分のことをうちはうちはって言ったんですよ。これ、うん、でも、専門学校に入学した時に東京に出たんですね。うん、でそこから、友達と一緒に自分のことを我っていうゲームしようっていうのが流行りまして、うん、そこで1週間ほどやったおかげでなんか見事に染みついちゃったんですよ、自分のことを我っていうのが。そこから自分のことを我っていう風に呼ぶようになります。はい、ゲームがスタートだった。そうですね、あのゲームがあっての今ですね。ちなみにお友達は何て言ってるんですか今。あ、私とか私ですね。変わらず。一人だけ。そうなんです。なぜか染み付いてしまいました。はい。なんか周りが私とか言ってるじゃないですか。そうですね。私って呼んでることに対してはどう思うんですか。いやでも自分も実は結構憧れがあって、私じゃなくて私っていう憧れがあって自分も言いたいなとは思ってて私が。そうなんです。一時直そうと思って私って無理して言ってたんですけど、うん、結局無理でしたね。無理でした。はい、なのでもういいかなって思って今は我って呼ばれる。我の方が数億倍ハードル高いと思うんですけど。本当ですね。え、あ、ね、本当に。ちなみになんですが、この会場じゃないですね、カフェの中で自分のことを我って呼んでる人いますか。いないみたいでございます。現場こちらいないようでございます。現場からは以上ですね。はいはい、まあね、もちろんいないでしょうね。初めて見ました、本当に我っていう人。本当ですか。なんかツイッターとかでね、我っていう、うん、なんかお遊びで呼ぶ人が結構いると思うんですけど。あ、届いた。ありがとうございます。ということで、そんなね、我ちゃんが考案したメニューがね、あるんですよね。そうなんです。実は今回ラスト、あ、はい、アンダーとホットほうじ茶ラテは我が、ちょっと考えさせていただいたメニューでございます。お、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、はい、なんか会場じゃない、カフェか。会場に釣られる、ね、カフェの中でもすごい頼んでくださってる方がいっぱいいるみたいで。いや、本当にありがとうございます。あ、本当にいっぱいいる。ありがとうございます。よかった、ちゃんと本当に頼んでる人もいるね。よかったね。めっちゃいい匂いする。あ、じゃあぜひ飲んでみて。本当に初めて、人生初めてでございます。こちらじゃあいただきたいと思います。ぜひぜひ。はい、ドキドキする。なんか結構熱いですかね。あったかいんじゃない、ホットだもんね。そうですね、じゃあいきます。なんとも言えぬ深み。ですね、そうですね、ほうじ茶ラテの国があったら、ほうじ茶ラテの国があったら大統領まではいかないんですけど、大統領の子分の記者ぐらいまでの勢いの美味しさではございますね。これは伝わりますかね。つまりそれぐらい美味しいということで5点です。はい、ありがとうございます。ちなみになんですね、この生クリームでございますね。こちらなんで入れたかっていうと、こうやって飲んだ時に口の上に見えますか、ヒゲみたいに、ヒゲみたいにね、そう つくのがいいかなと思って考えたんですよ。あ、狙いだったんですね。はい、すごい今ついてるよって言おうと思って。狙いついてますか。
ちょっとね光がね全然なんか全然ついてますか？ついてないそうでございます。じゃ皆さんは勢いよくね、そうですね、行ってほしいってことで、はい、そうなんだ。でもなんか結構そうですね、ドリンク自体はあっさりめ、なんかそんなに甘くないので、生クリームと一緒に混ぜ混ぜするといい感じに甘くなる感じでございますね。ちょうどねこの量でもクリーム結構多めな気がしますけど、でも全然ちょうどいいんだ、はい、そんな感じでございます。でもアンダーとホットほうじ茶のですか発音は、はい、そうですね、アンダーとホットほうじ茶、ホットなんですね。あ、じゃあ皆さんも注文するときはアンダーとホットでお願いします、はい、今後ねよろしくお願いしますということで、はい、私がね頼んだのがこちらの想像上のフルーツスカッシュですってことで、こちらはすごい私飲んだことあるんですけど、まあ、じゃあいただきます。いただきます。ありがとうございます。うん、美味しい。なんかあのなんて言うんだろう、レモンっぽい、レモンベースのスカッシュなんで、多分皆さんどなたでもね美味しく飲める、あのあんまりなんか嫌いとか言う人がいないような味なので、すごい定番中の定番の味です。これは100点です。あ、100点よかったよかった。本当にあとこれなんか浮いてるの、なんかハートみたいなのが浮いてるんですね。そうそう、めっちゃ可愛い。ハートシュガーが浮いてるんですよ。これは映えですね。あ、映えですね。映えですね。映えてください。これでぜひお願いしますってことで、ってことでですね、あの今回実はみのりちゃんにね準備してきてもらったものがあって。そうなんです。そう、私がちょっとみのりちゃん の出生から現状までのなんて言うんだろう、人生観というか、人生観じゃないか、あの生い立ち的なやつ、あそうヒストリーみたいなのを聞きたくて、今回みのりちゃんになんか年表的な、年表っていうかなんて言うんだろう、その生まれた時から今までのね表を書いてきてもらったの で、うん、でね、お願いしてもいいですか。はい、よっ、はい、それではのりちゃんどうぞ。ババーン。あ、もうちょっとね、あカフェの皆さんに見せていただいて、ショールームの皆さんにも上手って誰か言ってください。上手だよって。上手。上手。あ、ありがとうございます。優しい。優しい。じゃあショールームの皆さんにも、はい、こちらでございます。見えてますか？ね、こんくらいかな。じゃん。あ、戻した？こんくらいですね。ってことで、じゃあちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、すごいね、なんか結構なみなみしてますね。そうですね。ってことで、あ、じゃあ、はい、でも一回見えたんで大丈夫です。そうですね、じゃあこんな感じでございます、はい、一番高い、一番最初のですね、こちら、はい、幼稚園小学生ですね、こちらが、今のところ23人来てる中でのピークでございますね。ピークなんですか？一番盛り上がってる時ですね、この頃は、本当に汚れも何も知らず無我夢中で裸足になってダンゴムシを捕まえたりカブトムシを捕まえたり、本当に野生のように生きておりました、もうほぼストレスなしですね。はい、まあストレスあったら野生になるんですもんね。そうですね、もう自分的にもう一番楽しかった時期というか、いい時期でしたね。公園とかで遊んでたんですか？あ、もう公園で木登りはもう定番ですね、やっぱり。木登り、はい、あと夏とかは蝉で仰いだりとか。蝉で仰ぐ、待って、蝉で仰ぐってどういうことですか？ですね、蝉をこういう感じで挟むんですよ、うん、皆さんこうやって持つんですけど、わかりますか？こうやって持つじゃないですか、蝉、あの羽の部分をこうやって持つんですけど、そこをあえてお腹と背中を持つんですね。それでこうやってパタ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 って仰ぐっていうっていうのをやったり、はい、してましたね。なんで扇風機使わないんですか？そうですよね、その、あ、まあ、一応その時はあの外でやってました、ちゃんとあの木登りしながら。あ、家ではもちろんあの扇風機はちゃんと回しております。はい、はい、でもまあ結構家で風来るんですか？でもそれ結構あのビビたる風があの爽やかに香る感じで、はい、来ますね。ビビたるんですね。はい、まあでも割といい匂いというか、セミの香りというか、割とおすすめでございますので、よかったら皆さん今年の夏やってみてください。はい、みんなが置いてかれてますね、今。あ、もう取り残されてる感じが。ちょっとね、マジかっていう顔してらっしゃる方、何名かいらっしゃいますね。ガチでね、ちょっとね、すごい顔の方が。まあでもそれぐらいね、純粋に生きてた時期ですね。すごい。はい。もう私が幼稚園の頃なんて、はい、多分その頃からインドアでした、多分今。そうなんですか、何してましたか、その頃は。ヤジウマ？ヤジウマ？あの、ヤジウマ？なんだっけ、オセロの、あの試合をやるんじゃなくて観戦するみたいな。あ、そういうの、何でもかんでもあの やってなかった。なんかもう全部見てる側でした。あ、そうなんですね。へ、だから
からすごいなって。友達とか遊んだりとかも特になかったです、まあ、なんかあのおままごととかやっぱ人気じゃないですか、当時っていうかその世代で。そうですよね。だからなんか入れられてお薬屋さんを定番的にやされてました。なんか全然人気じゃなくて、みんな妹とかやりたいんですよ。なんか赤ちゃんとかやりたがって、私はお薬屋さんっていう人気じゃない。それは自ら選んだわけじゃなくて、よくやらされてました。え、今やれるなら何役がいいですか？ちなみに今やれるなら社長。おお社長社長役やりたくないですか？ママごとの楽しそう。かっこいいですね。ありがとう。何役やりたいですか？じゃあ自分だったら、今だったら、いや結構悩んじゃいますね。でも純粋に今はあの畑屋さん、農家がやりたい。土地じゃなくてあの畑を作るやつ。そ う,、ね、そうですね。おじいちゃんとかがやってたんで、そういう気持ちになって、なね、はい、大根とか育てたいですね。はい、じゃあ今度おままごとファミリーでやったらいいですね。いいですね。その時はじゃあ自分は畑屋さんやるので、畑屋さん社長で、はい、そんな感じで、はい、次ですね。次行きましょう。次タラン。はい、こちら中学生になりますと、緑色のところですね。ちょっと低くなりましたね。どうしたんですか？初めて先輩後輩っていうのにぶち当たりまして。ぶち当たる。そうですね、マンションに住んでたんですけど、うん、その頃幼馴染とか年上の、幼馴染 の, その年上の子とかいたんですけど、やっぱ中学生になったら急に敬語になんなきゃいけなかったりとか、やっぱ帰る時も、抜かす時は抜かされる時はすぐに道を避けなきゃいけないとかそういう暗黙のルール、なんか本当にそうなんですよ。そういうのがあったので、それを学ぶのがすごい大変です。最初全くそういうの知らなかったんで。その地区治安やばくないですか？結構。そうなんですか ね上下関係すごいですね。体育会系ですね。まあ、そうかもしれないですね。あと結構、そうですね、サバサバ、うん、ガツガツしてる方が多かったので、まあ、そういうのが覚えるのが結構大変だったっていうのと、マラソン大会とかじゃない、普通にもう登下校とかで動かすの？もうそうです、登下校とかでなんか邪魔だなとか、そういうのが分かった瞬間避けなきゃいけない。なんかやっぱ先輩方が先通るみたいな。本当にのはありましたね。だそういうの、そういうなんかなんていうんですかね、学生証に書いてないルールを学ぶのがすごい大変で、結構それはなりますよ、はい、よくまだプラスですもんね。そうです。でも結構あの部活とか一生懸命頑張ってて、そうですね、部活では部長をやらせていただいてて、結構モリモリやってましたね。はい、すごい、はい、モリモリ系女子でした。何部だったんですか？女子テニス部でした、はい、女テニで、でも結構そんな可愛い感じじゃなくて、結構あらーって感じで、そう結構ガチなやつでやっておりました。はい、そうね、女テニじゃなくて、はい、結構ガチで体育会。そうなんですよ。すごい、じゃあ根っからの体育系って感じなんですね。そうですね、だから結構顔も黒かったし、髪も短くてっていう感じでしたね。すごい。真島さんはどんな中学生でしたか？中学生、はい、中学生の頃は、なんだろう、でもなんか中学校受験して、あ、受験したんですか？受験したんですよ。だからなんかすごいちゃんと勉強しなきゃいけないの。なんか中学校ってすごいなんか脅されるじゃないですか。なんかその中学校に入る前にちゃんとやらなきゃダメだよみたいな、そのなんかお手紙届いたりするじゃないですか、お家に。なんか受験するからなんていうんだろう、その小6ぐらいになると、なんかその中学校になったらもっと勉強しなきゃいけないから今から頑張ろうみたい な, なんかそういう勧誘プリントみたいなの来るじゃないですか。なるほどなるほど。すごい中学校がすごい怖いものだと思ってて、めっちゃ必死に勉強してたんです、最初の方は。うん、夏休み、中1の夏休みぐらいから、あれ意外とみんな勉強してねえなってことに気づいてそうですよね。そう意外とあれみんな緩いんだなってのに気づいて、あんま勉強しなくなって遊びまくってましたね。お、あ、その頃はもう部屋から出て遊んで。あ、なんかアニメにハマって中1ぐらい。あ、なんかアニメのイベントとかよく行ってました。あ、でもじゃあ基本的には家でアニメを見たりとか。そうですね、とかアニメのイベント、アニメのショップに行ってました。じゃあアニメ疎いですよね自分結構あ、そうなんです。おすすめとかありますか？おすすめ、なんかどういう系が好きですか？お話としたら可愛いちっちゃい女の子が好きです。かわいいちっちゃい子。なんかそのあ、じゃあもうすぐみたいな、はい、もうすぐアニメ化する、はい、あ、でも違うわ。でもあのもうすぐアニメ化する虚構推理面白いですよ。虚構推理ですか？はい、面白い。虚構推理、あのちっちゃい女の子が活躍するけど、ちっちゃい女の子以外もいっぱい出ます。皆さんもよかったらぜひチェックをしてみてください。今日もう大丈夫です。ありがとうございました。はい、次行きましょうね。はい、そして次ババン、とうとうマイナスになりましたね。こちら
高校生マイナスになります。そんなね、はい、道開けてた時代からよりマイナスに。そうなんです。こちらは結構、まあ、友達関係とかもいろいろあって、一時期ちょっと高校に行きたくないとかいう時があって、今まで小中で一回もずる休み、体調が悪い時以外学校休んだことなかったんですけど、うん、初めて学校に行きたくないっていう時が来たりとか、いろいろまああって、それがあったので、ちょっと高校はあんまりいい思い出、まあ、まあもちろん修学旅行とかいろいろ楽しかったんですけど、部活ももちろん頑張ってたんですけど、まあ、ちょっといろいろ揉め事とかもあったりして、ちょっとこの頃は、まあ、確かにですね、ありましたね。そうですね、まあ、難しい時期ですね。そうなんです、そうなんです、自分もまだ子供だったなっていう部分もあって、結構反省点はいっぱいある高校生活を送りました、はい。え、でもどの時点でアイドル目指したんですか、じゃあ。あ、でもここなんですよ、実は高校3年生の時に、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。高校3年生の時に進路を決めるってなった時に、自分がやりたいことってなんだろうって考えた時に、まあ、消去法をしたんです、まず。消去法？はい、商業系とかそういうのはちょっと違うな、パソコン系も違うな、農業も違うな、まあ、さっき畑やってたけど、まあ、就職として農業も違うな、いろいろ考えて、大学とかも違うな、じゃあ就職しても、そういうのもやりたくないしなってなった時に、自分が本当に元気をもらったり勇気をもらったりしたのって何だろうって思った時に、歌だなって思って、アーティストさんになりたいってその時に思って、そこから高校3年生の初めの頃かなぐらいから、進路を考え始めた時からその音楽をやりたいって思うようになりました。すごい素敵。その時はまだアイドルとかじゃなくて、あ、まだ歌がやりたい、歌みたいな感じ、音楽がやりたいって思って、あ、そうなんだ。それが高校3年生の時ぐらいですね。すごい。じゃあその後のこのピークはやっぱそういう感じで。そうですね、このオレンジ専門学校がありますね、こちらが、音楽の専門学校に東京で通うことになりました、あ、そうなんだ。そうなんですね。そこから結構音楽を本格的にやる友達が多くて、いろんなことに刺激されて、で初めてここでゴスペルっていうのに出会いました。あのアメリカとの、やってたの？あ、はい、ゴスペルの先生の元でやってて、すごい。それアーメンみたいなのを、はい、いっぱい頑張って歌ってました。すごい、はい、でももちろんなんかそのなんていうんですかね、ガチなキリスト教みたいな感じじゃなくて、音楽を楽しむっていうジャンルでゴスペルをやってて、すごい。いや本当に歌やれたんだね。すごい。そうですね、その時は結構、はい、友達もたくさんまたできて、楽しい生活を送ってました。ここでアイドルになりたいっていう風に思いましたね。なんかもともとアイドルって本当にあまり興味がなかったんですね。でも学校の先生に、あ、これちょっと下ろしますね、ちょっとすみません、あ、待ちます、大丈夫ですか、すみません、あの、そうですね、あのアイドルのオーディション受けてみないかって、我なら多分アイドルじゃないってなって、あ、はい、わかりましたって感じで、もう本当に軽い気持ちでアイドルのオーディションを受けたんですね。で初めて受けたオーディションで初めて合格をして、そこからちょっと地下アイドルだったんですけどやっていて、そこから初めてアイドルの深さっていうのを知って、もともとアイドルってなんかそのマネージャーさんとか運営さんから、お仕事をもらってそれをこなすっていうイメージだったんですけど、それ以上に楽屋とかで見てたら努力がすごくて、もう振りは覚えてるはずだけど、それでも始まる前までずっと練習してる姿とか、 MC とかも念入りにチェックしたりとか、で次のお仕事のことを確認したりとか、そういうのが本当に間近に見て、アイドルってすごいって初めて思ったんですよ、そこで。めっちゃいい話じゃん。ここからアイドル深いってなって、アイドルがやりたいっていう、そんな講習会みたいなね、あ雰囲気が流れてる、真面目に語ったんですけど、いい、そうなんですね。なんかそこでアイドルになりたい、もう本当にもうアイドル続けたいと思って、超いい話ですね。そこからでもあのアイドルその解散になってしまったんですけど、それでも諦めきれなくて、アイドルのオーディションを受けてたっていう感じでございます。じゃあ結構2期生にあの受けたのは結構やっと。そうですね、実は1期生さんの時も受けてて。あ、そうなんですか。そうなんです、最初の書類審査で落ちまして、はい、挑戦者の時も書類審査で落ちまして、次の時も書類審査で落ちました。はい、もうラストアイドルも何回も受けてて。そうですね、それで、他のオーディションもまた受けて、でまたこのラストアイドルがオーディション始まるってなって受けようってなって、すごい、はい、すごいね、本当に、はい、だから やっとまたアイドルになることができました。え、なんか拍手、拍手か、いやー、そんなことありがとうございます。拍手だから、まさか本当に素敵な話が来るとは。はい、もうなんか本当に、念願ですね。え、でもなんか、はい、この、あ、すみません、この表を見てるとピークはやっぱこの
幼稚園生じゃないですか。ラスアイになった後もやっぱまだまだラスアイでやりたいこととかあるんですか。そうですね、自分も結構今の現状全然っていうか満足できてない、まだアンダーっていう立ち位置で、まだ他の51人のメンバーと比べるとその怠るところ、生きたるところ、足りないということですね。つまり、はい、足りないところが多々あって、自分もまだもっとできることがあるのに、まだできてないことがたくさんあるから、もっともっとやれるんじゃないかなって。まだここで満足しちゃいけないっていう意味も込めて、まだ下ですね。なるほど。はい。なんか やってみたいこととかありますか？ああ、でもなんか自分結構絵を描くんですね。ショールームとか見てくださった方分かると思うんですけど、絵をよく描いてて結構独特って言われたりしてて、だからいつかそういう独特な絵でなんかラストアイドルのグッズとかにちょっとやってみたりとか。じゃあ私の顔描いてください。すいません、可愛い女性は描けないです。大丈夫独特なので上手には描けないんですよ。いいよ。描いてほしい。ね、見たいですよね、皆さんも。ほらほら、見たいよね、コメントのみんなも。いやいや。ちょっとじゃあ、先に言っときます。上手には描けません。可愛い女の子を可愛く描けることができないので、そこちょっとご了承ください。大丈夫。はい、でも一生懸命描きますので。やったー、はい、よろしくお願いします。ありがとう、はい、嬉しい。じゃあ、なんか、何の話しよう。でも、ワレちゃん、はい、よ、描いてる。なんか、ワレちゃん、合宿の時にホテルに泊まるんですけど、あ、違う、なんだっけ、握手会の時にホテルに泊まった時になんか鍵渡されるんですよ、マネージャーさんから。でその時になんかあんま喋ったことなかったから、なんか我ってのしか知らなくて、我のイメージしかなかったんですけど、なんか鍵渡されてみんな ありがとうございますみたいなんですけど、我ってんだけかしこまりましたーって言いながらだけどすごい子だなって思ってて、でも今こうやって話してみたら本当になんかそういうね、綺麗な言葉を使う子なんだなと思って、今日もここ来るまで車で一緒に話してたんですけど、すごい面白くて、なのにちゃんと綺麗な言葉使うからすごいね、素敵な子だなって思った。めっちゃ褒めてくれますね。ずっと喋りたくてね、読んだの今日。あ、本当ですか。いや、ありがとうございます。でも9割は我について知りたかったんだけど、でも実は1回だけ今日以外で他に1回だけ喋ったことがあるんですよ ね。そう、私ね、全然喋ったことがなくて、そう、長野の合宿の時ですよね。そう、確か、なんか3秒間だけあるんですけどそうなんです、本当にちょっとだけ放送ラスアイよろしく見てくれてた方は分かると思うんですけど、なんだっけ、ワレちゃんが食レポをやってた時あったじゃないですか。あの時実は私もあのテーブルにいて、右斜め前ですよね、確か。ん？右斜め前にいらっしゃって。あ、そう、はい、で、なんか喋ったらしいって今日聞いて、私も知らなかったんですけど、思い出しました。でもなんか多分クリームコロッケ美味しいですねっていう話ぐらいですね、多分。それでちょっとあ、そうですねで終わっちゃいました、その時。本当にその一言です。ごめんね、なんか。いやもう全然、自分も人見知りで全然喋れなくて、いや本当に申し訳ない。クリームコロッケの話なんかしたっけ、全然思い出せないや。いやでもそう、でもなんかすごい謎のやつだったんですよ、当時。そうですね、当時っていうのも変だけど、なんかすごい結構なんて言うんだろう、はちゃめちゃ系の一期生と、私とワレちゃんと奥村ちゃんのなんか謎メンツのテーブルで。そうでしたよね。そうだからね、なんか謎だったんだよね。ちょっと違うの見えちゃった。なんで笑ったですか今。見ないどこ。そう、今日ね、これの一歩前にお仕事してたんで、ちょっと髪の毛が二人ともいい感じですっていう報告。かわいい。ありがとう。はい、かけました。あ、かけた。はい。あ、じゃあ行きます。三、二、一、ババーン。え、でも思った以上に可愛い。本当ですか。全然可愛い。ありがとうございます。見えますか。結構見えます、皆さん。じゃあまずこっち側の方。あ、うまいですか。うまいですか。すごい。え、うまい、うまい、ほら。え、うまい。え、嬉しい。嬉しい。え、いいよ、これから描きなよ。え、本当ですか。いや、なんか可愛い子はどうしてもどうも描けなくて。え、嬉しい、これ持って帰ります。え、本当ですか。え、可愛くない。え、うまくないですか。しかもなんかこのなんか目の感じが似てます、すごい。超え、嬉しい。どことなく似てる。いやほら、え、うまいですね。今マナティ2期生アンダーの岡村真奈ちゃんに似てるっていう。あ、確かに、なんかそんな感じもする。似てますか。そんな感じもするね、確かに。上手。おー
ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、書いてくれて、ちょっとありがとう。じゃ逆にちょっと我の絵も書いてもらって、あ、見てもいいみたいな、ちょっと見たいですよね。見たい、めっちゃ見たい。じゃあ待って、ちょっとじゃあ我の絵をよかったらよろしくお願いします。マジで、はい、あの言ってきますけど、美術担当とか一個も言ってないですから、ね、別に何の話もしてませんよ。絵が好きとかも言ってませんよ。はあ、いや、ぜひともよろしくお願いします。じゃあつなげといてください、はい、いや、ということで、じゃあ皆さん楽しんでおりますか。イエーイ。はーい。でも結構あれですね、乾杯系のあの持ってますね皆さん。あ、チュー、え、すごい多いですね。チア、間違えました、すみません、大変申し訳ございません。あの、あ、チューじゃないですね、全然、すみません、チアーズですね。はい、え、美味しいですか。なんか前回の放送ではなんかカルピス味みたいな、カルピスみたいなのを見たんですけど、そうですか。ああ、そうなんですね。いや、ということで、あの、全国のカルピスが好きな皆様、よかったらぜひぜひ遊びに来てください。いや、本当に我も、え、ちょっと真島さんとやりたいな、やりたいな、ちょっとやりたいですよね。え、メンバー同士でやってるとかあるんですか。あ、あるんですね。あ、なんだ。え、でもちょっと、え、ちょっと注文してもいいですか。すみません、よろしくお願いします。はい、注文したのでね、この後やりたいと思います。よろしくお願いします。無理、急ぐね。いや、もう全然全然、いや、もうなんかめっちゃ毛量多めに書いてくださってめっちゃ嬉しいです。はい、結構ね、はい、割とあのハードル上げるとかじゃないですけど、めっちゃ上手ですよ今の感じ。いや、我の2億倍ぐらい上手です。はい、いや、めっちゃうまい。早く見せたいですね。なんか美術担当いけますね。マジですか。今この顔しました。今こういう顔しました。はい、この顔で描いてくれると思います。はい、そう、ハードル上げ上げ、そうですね、はい。でもなんか自分も今日あのカレーが今日食べたかったんですけど、食べた方はいらっしゃいますか。あ、いらっしゃる、いらっしゃる。どうですか、お味の方は。あ、おいしい、おいしい、おいしい。あ、他になんかおすすめのとかありますか。え、パスタ食べてますね、イカスミ。どうですか、歯黒くなりますか。あ、大丈夫ですか。大丈夫らしいです、イカスミのパスタちゃんは。じゃあこの後、ちょっといろいろ食べたいものが多すぎて今困ってるんですよ。びっくりした。え、かけましたか。え、でもね、カエルチョコ見なさすぎてびっくりした、自分でも。え、本当ですか。じゃあ、え、ちょっとじゃあ、ちょうどする、美術さんって感じの絵なんで期待しといてください。ドキドキ、いきます。3、2、1、じゃーん。おー、いや、王じゃないでしょ、絶対王じゃないよ、絶対王じゃないよ。こんな感じですか。でもね、見えますかね。甘すぎでしょ、みんな。いや、結構でも特徴を捉えてらっしゃいますね。いや、あの、大丈夫です。いやいやいや、結構皆さんどうですか、こう比べてみて。いや、万年美術さんなんですよ。一緒ですよね、もう本物ですよね。いや、ありがとう、すごい嬉しい。いや、これはすごい宝物になりますね。いや、大丈夫、あの、もうちょっとちゃんと書いて送りますから。送ってくれるんですか。いや、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。なんか、いや、お見合い、ありがとうございます。嬉しいもの、ちょっと来ました、来ました。どっちがいいですか。あ、どっちも全然。じゃあこっちでね、来たんで。かしこまりました。じゃあ、いただきました。マリちゃんが紹介してくれた失恋乾杯。いい匂い、いい匂い。ということで、じゃあ皆さんもね、会場に、あ、じゃあ皆さんよかったらぜひぜひ、やったつもりで。あ、結構持ってる、はい、ありがとう。あ、全然違う、もしも、あの、そうです、もう、あの、コースターでも何でもいいので、はい、でも携帯でも何でもいいです。いきますよ、じゃあコメントの皆さんもいきますよ。せーの、チアー、チアー。ありがとう、みんな、すごい、めっちゃ持ってくれてるじゃん。いただきます。え、お、めっちゃ美味しいでしょ。え、でしょ。え、あの、多分これ混ぜたら多分カルピス味なんでしょうが、そうそうそう、多分これなんですね。今上の部分だけ飲んだんですけど、給食の、あの、七夕ゼリーの味がします。え、わかりますか。
か、七夕ゼリー、あの美味しいやつ、微妙に伝わんない。いやなんかとにかく給食の中でも上位を争う甘さ、美味しさ。あ、本当に？いや、めっちゃ美味しい。あ、よかった、七夕ゼリードリンクだって。じゃあすごい、じゃあ七夕ゼリーのファンの皆様は来てください。え、めっちゃ美味しい。え、てかこれあれですね、ちょっと真面目な食レポしていいですか？どうぞ。一口目は一番上の層なんですけど、うんうん、ごくごくごく、はい、3口飲みますと2層目が飲めるんですよ、一緒に混ざって。で、はい、ごく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 5回目までいくと全部の味が一気に来て、なんかあのなんていうんですかね、この5呼吸でなんかいろんな味を楽しめるっていう、本当に本当に素晴らしいです、このドリンク。5呼吸混ぜて飲むっていうよりも、こうやって一緒にこうやってゆっくり飲むのもありですね。え、これ何点ですか、皆さん何点ですか、ちなみにこのチョックレポは。100。優しいな。120。200。セリじゃないから、セリじゃないから。400。飲んないで、なんで飲んでるの、みんなも。おかしいよ、そういう企画じゃないからね。よかったね。じゃあ高得点ですね。500ぐらいまで来ましたよ。ですよね。まあそうですね、ありがとうございます。500点の食レポでございます。おめでとう。で、そうですね、こちらでは5点とか来てますね。あ、0点。いや、ショールームのコメント結構厳しいですね。厳しい皆さん結構。そうですね、まあ、もうちょっとこれからもね、食レポは頑張りたいと思います。おありがとうございます。早速ありがとうございます。すごい。じゃあね、今日せっかくカフェに来たので、なんかカフェの皆さんから質問があったらお答えしていきたいなと思ってたんですけども、ね、ぜひぜひありますか、なんか私たち。おお、トップじゃあ最初早かったんでどうぞ。このカフェってわかなちゃんが8割ぐらい結構いろんな商品提供してくれて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。でもわかなちゃんのツイートで思ったんですけど、はい、バンドワゴンチュロスってあったじゃないですか、はい、ボツになってしまったので。はい、で僕チュロス大好きなんで、あれが商品化されなかったのが本当に残念で、うん、あれもちょっとなんか改良すればもっとなんか商品化できたんじゃないかなと思っちゃって、うん、やっぱりなんかいろいろ結構考えたんです、うん、そうですね、皆さんがきっと今たくさん頼んでくれたら第2回ラスアイカフェが開催されるんじゃないかなって思うんでね、今いっぱい食べていっぱい飲んで、このコメントでね見てる方もいっぱい来てくださったら、3月3日までやってるんでね、その時はちょっとね、そうですね、やってくれるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんご協力の方、期待大。よろしくお願いします。楽しみ、食べたい。ってことで他にいますか。じゃあ、はい、メニューがたくさん、はい、若菜ちゃんの採用されたなんですか、コツみたいなものを教えてください。ああ、それ聞きたいかもしれない。いや、数打ちました。いや、数打ったとか、なんか自分もそんな採用されたら、まあもちろん嬉しいんですけど、なんか採用されるっていうかは楽しくて、なんか結構カフェコラボカフェが大好きで、AKB48 さんのカフェとかめちゃめちゃ行ってて、もう何十回行ってたので、なんかこのメニューを考えられるって貴重な経験じゃないですか。だからもうメニューの考案ができることが楽しすぎて、なんかもう趣味でやってました、これは。もうだから数の量でしたよね。そうですね、17個ぐらい書いて、そうだからもう 数的な問題で多分採用されたのと、あとなんて言うんだろう、なんかその実現可能っぽい案をイメージして、それ大事ですよね。そう、なんかできそうなものを考えて やってみました。なんで文化祭で出せそうなものを考えてやると多分採用されますよ。他のメンバーのみんな、もしあったら。そうですね、この後また文化祭がある方はぜひぜひやってみてください。ててほとんどないかもしれないですか。ね、見渡した感じだよね。ちょっともう、うまいね、まるちゃん。すごい、そんな感じですね。あれ、こっち側の方よかったら入れますか。こっち側の方、あ、どうぞ。毎日美味しいメニューたくさん食べます。ありがとうございます。逆に聞きたいのが、はい、ボツメニューで、いやもうこれ二度と食べたくないなっていうのがあったら、ボツメニューで、じゃあすごい印象深かったボツメニュー。いやもう私が一番メニュー化してほしかったのが、並走モチーフのサンキュッパで売ってさ、あれすごいよかったです。あれめっちゃ考えた時、自分天才かと思って、いやこれは絶対に売れると思ったんですけど、面白かったです、すごい。あ、よかった、はい、嬉しい。でもあれはね、商品化してほしかったので、いろいろダメだったところがあったんだと思います。多分なんであれは多分第2回でも出ないんですけども、今後また考えられたらなと思います。そうですよね。なんかわれちゃんこれ以外に書いたものとかあるんですか。実は食べ物なんですけど、勝負にカツ丼
っていう、まあ、他の前ね、ラスアイよろしくでも放送されてたのまた別で、うん、あラスアイ違うカツ丼じゃなくてプレートですね、勝負に勝つプレートみたいな、まあ多分無難すぎたんでしょうね、何のひねりもなく普通のカツプレートだったんですかね、うん、反省しております。はい、そうなのね、はい、カツ丼もね結構エンメイちゃんもこの間来てくれた時に言ってましたよね、提案したって言ってて、ね、カツとかも次の回があったらいいなと思って、そうですね、他のメンバーも多分結構やってる方です、確かにバトルだったしね、そうですね、だからバトルに勝つっていう意味で結構カツは多かったんじゃないかなって、確かに今度ねカツもやってみたいね。ちなみにここにいらっしゃる皆さん、カツあったら食べたいなとかありますか次？あ、結構結構人気、あー結構結構これはじゃあ次のね、もしあったら皆さんも結構どうですか、カツ、ね、カツ丼、カツ丼まずいって言ってらっしゃる方がいます。そんな人いるの、すごいびっくり。でもあれですよね、あちょっとちょっと我が途中だったんですけどね、我が食べたいと思っていたあのカレーとねシチューの、やばい、めっちゃいい匂いする、 ありがとうございます。はい、じゃあはい、こちらですね、届きました。自分実はシチューとライスを一緒に食べたことがないんですよ。そうなの？そうなんですよ。じゃじゃーん、じゃじゃーん、美味しそう。伝わりますかこの匂い？まだ伝わらないですね。皆さんにも匂いは、皆さんには届きますか匂いは？あのね、そこに行けば届くんで、ぜひ、ね、一生懸命匂い、はい、ということで、やばいやばいやばい、そう、ワレちゃんそういえばね、ラスアイカフェも初めてだったからね、そうなんです、メニューも初めてですね、これが。もうあのさっき裏で監視カメラ見ながらずっと興奮しておりました。じゃあぜひ食べたいと思います。すごい、やっぱちゃんと黄色いお米、そうなんです、サフランライスを、ちょっと一緒に食べましょう、一緒に。いいんですか、嬉しい嬉しい。ちょっとじゃあ初めてなんでシチューの方からちょっと一緒に食べたいと思います。じゃあいただきます、ね、いただきます。あ、手拭いてなかった、すみません、手を拭きますね、すみません。はいはい、あのそう、あ、こちらのメニューはこのカレーはトランジットというメニュー名で、言いましたっけ、全然言ってなかった、そういうメニュー名で、カレーとシチューとサフランライスが1個のプレートに載ってるので、カレーとシチューをトランジットしながら食べられるよっていう、なんと画期的なプレートでございます。ってことでね、あ、なんかありがとうございます、いやそれほどでも、ありがとうございます、いただきたいと、いただきましょう、いただきましょう、ではいただきます、いただきます。シチュー少なくない？あ、そうです、もうちょっとたっぷりですね。はい、一応1ミリぐらいのソースしかなかったシチュー。せっかくですもんね。じゃあね、じゃあいただきまーす。いただきまーす。うん、おいしい。どう？すごい。顎に優しい。なんか顎の筋肉に染み渡る甘さ、シチューの甘み。本当にこれ伝わる？なんかわかりますか？なんか。今日自分全然何もご飯食べてなくて、グミを一粒食べたんですけど今日、それだからかな、分かんないですけど、顎の筋肉にじわーって甘みが広がる、めっちゃ美味しいです、これ。シチューってご飯と合うんですね。何で食べてたんですか、シチュー？シチューはシチューで食べて、あと納豆ご飯とか、ご飯は別で食べてました。じゃあ新しい発見できましたね。ちなみにちょっと人参苦手なんですけど、ちょっと人参食べてみますね。チャレンジャーですね、はい、結構最近人参トマト、人参トマトが嫌いなんですけど、あ、そうなんですね、最近自分で自ら食べるっていう、偉いやってるんですよ。偉い、じゃあこれで克服できるかってとこですね。そうですね、やってみましょう。結構、いただきます、どうぞ。正直に話します、はい、噛んで味わおうと思ったんです。ちゃんと咀嚼はしたんですけど、噛む前になんか勝手に喉に行って しまいましたね。ノックでしまいましたね、あの人参。でもつまりですよ、人参が嫌いな人でも人参の栄養を摂取することができるんですよ、このプレートで。なんかよくわかんないけど、人参はね、肌にいいと言いますからね。いや、これでみんなで肌をテカテカにね、していきたい。テカテカにね、じゃあ人参の栄養素が取れて、はい、顎の筋肉に優しさが届く、そうですね、プレートってことで、最高ですね、最高。やっぱ世界一愛のあるカフェですね、本当に。そうですね、もう本当さすがですね、顎の筋肉までね、愛を伝えに行く、そうですね、もう素晴らしい、あのロンヤムニャンニョに優しいプレートでございますね。あれ、顎ちょっと優しすぎませんか？ちょっと大丈夫です、ロンヤムニャンニョですね、はい、わかりました、ありがとうございます、めっちゃ美味しい。でもね、美味しい、本当に食べた、食べたことありますか皆さん？あ
ある？あ、美味しいですよね。ここのシチューが美味しいんですよ。美味しい。なんでぜひこれ食べてほしいんでお願いします、皆さん。ぜひぜひ皆さん。すごいね。ツイッターの木村美咲ちゃんがツイートしたついてる。見えなくなっちゃって。あ、バラエティ500点。よかったね。よかったじゃん。ありがとうございます。すごい。バラエティーマークは我だって。いや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 。ありがとうございます。じゃあこれからね、どんどん。そうですね。ね、バラエティー枠に進んでいってもらいたいなと思いますよ。まだお時間大丈夫ですか？お、じゃあどうしよう。まだあるかな、質問。あ、あります。ありますか？最後ラスト1個。どうする？じゃあじゃんけんしますか？じゃんけんで。あ、譲り合いの精神が。あ、じゃあじゃあどうぞ。すごい優しいですね。それでは、まあ、世界一愛のあるラスアイカフェということですけれども、うん、はい、お二人が最近愛を感じたことを教えてください。あ、すごい、カレートランジット届いてる今。やった、ありがとうございます。なんだろうな、愛を感じた。あ、でも分かった。なんかね、最近あの LINE のグループをの一覧を見てたんですよ、この間ふと見返してて。でなんかパッて見た時に、マジマの科学レポ救済みたいなグループがあって、なんだっけ、マジマの科学レポート提出点というグループ名だ、グループがあって、そのグループ、私があの学校暮らしの撮影とかで結構学校に行けてなくて、ちょっとギリギリだったんですよ、科学 の、 あの出席点とかが、うん、でそれを救済するためにレポートを頑張るのと情報共有するために、ま、あのなんか作ってくれたグループなんですけど、グループ名がマジマの科学レポートなんだっけ、なんだか店みたいなやつで、すごいですね。そのなんかそのグループを見てすごいなんか、ちなみにそれは何名ぐらいいるんですか？3人くらい。あでも科学の実験班のね、グループ。あ、そうなんですね。そう、でもそれですごく、あ、この人たちのおかげで卒業できたんだな、できるんだなってすごい愛を感じました。愛ですね。ありがとうございます。予定的には無事卒業できるので、はい、おめでとうございます。ってことで、バレちゃんの最近の愛を感じた話、まあ、と今考えてて、ラストアイドルカフェにちなんだことなんですけど、あちらのね、奥の方に、あのラサイカフェ奥の方にそのあるんですけど、あちらですね、とメッセージがあるんですけど、そうですね、今回書き下ろししたラサイカフェ用のメッセージとしてあるんですけど、あれと一緒に撮ってくれるメンバーがいて、そうなんです。シーマナが我と一緒に撮ってくれたり、ママ、あの白石マナちゃんですね。シーママっていうの？あ、シーマナですね。あ、マナ、ごめんなさい、マナです、ね、私の耳が悪い。シーママって誰っていう、すごい。なんか真宙さん、山田真宙さんも一緒に撮ってくださって、嬉しいね。まあ、ささやかなことなんですけど、あいーって思って、もう、あの焦っちゃって3枚ぐらい同じ画像保存しましたね。すごいね。いや、めっちゃ嬉しかったですね。でも結構撮りやすい位置ですね。そうなんです。自分一番下で端っこなんで、あの皆さん、自分、あの高橋みのりが、あの興味なくてもよかったらぜひ一緒にツーショット撮ってみてください。はい、今日もね、ぜひ帰りに。そうですね、あの、はい、撮りやすい位置ですので、よかったら。そうだ、メンバー全員分ね、52人そうですね、飾ってあるんで、本当圧巻ですよね、壁にこうやって。そうですね、ここでしか見れませんからね。これもね、なんか抽選でプレゼントになるんですよね。確かに。おお、皆さんもぜひ応募、あれ終わったのかな、まだやってるのか分かんないけど。ってことは、じゃあ地方の方にもチャンスがあるってことですか？そうです。あ、ここで来てもらって、来た方、配布してるので、多分。なんで、でもこれ写真ぜひ撮ってほしいですね。今の間だけなんでね、見れるのが。そうですね、今だけ本当に。届いちゃったらもう見れなくなっちゃうので、ね、写真撮って帰ってほしいなと思います。ってことで。はい。じゃあ、あの最後に、なんか、ワレちゃんに、なんか私、やっぱ、一応ラストアイドルの先輩なん、だし、なんか何でもいいんですけど、なんか質問とかあったら質問、あの聞いてくださいって。そうですね、なんか質問ちょっといろいろ考えてたんですよ、実は。お、あるんです。実はなんか、でも町場さん嫌がるかな、大丈夫かなって思ってるんですけど、待って、やだやだ、何、いいですか？嫌です。じゃあ、いますね。あ、言うんですね。自分結構モノマネとかが全然できなくてですね。そうなの？ショールームとかではなんか魚が、あの魚釣りで釣られそうになる魚のモノマネとか、そういうのしかできなくて、だからなんかそういうレパートリーが全然ないんですね。可愛いモノマネとかもなくて、だからちょっとここでどんなモノマネがいいですかねとか、どんなモノマネができますかっていう感じの質問でございます。なんかさ、もうモノマネ集一人もなくないだったんですよ。そうなんですよ、あの見たことないんですよ。だからこそ逆になんか持ってるのかなっていう質問でもありますね。もしも振られた時にやるのかどうかっていうのも気になるところですね。あ、じゃあやらないって選択肢もありますか？ないですね。ないですよね、皆さん、やらないという選択肢。
ないですよね。見てみたいですよね。はい、よろしくお願いします。待って。ちょっとさ、このイベント結構傷ができますよね。胸キュンゼリフをやったんですよね。そうなんですよ。結構ね、楽しく来てたんですけどね、ここに来る時まではね、こんな仕打ちがあるとは。どうしよう、待って、モノマネモノマネ、なんだろう、頑張れって来てますね。モノマネでしょ。ちょっと細かすぎて伝わらないモノマネでもいいですか。あ、もう全然、もう見れるだけで幸せでございます。皆さんも分かんないと思うんですけど、一個だけあって、モノマネ持ちネタで。なんか私が小学校だったんで、多分2007年とかかな、とかにぐらいに、朝7時とかから放送してた、ディズニーの某番組の CM に行く前のミッキーの一言。おー行きます。ミッキーマウスクラブハウス、ははっ。クオリティ高い。みんな知らないでしょ、元ネタ。元ネタ知らないでしょ。クオリティ高い。絶対元ネタ知らないでしょ、それ。みんな拍手してるけど知らないでしょ、元ネタ。ほら、似てるとか来てますよ。絶対みんな知らないからね、それ元ネタ。似てますよね。これポイントは、ガチのミッキーじゃないんです。ちょっとね、ちょっとなんか、ちょっと違和感のあるミッキーの声なんですよ、この番組のミッキー。ぜひ皆さんも、ググってみてください、元ネタ。ちなみに今の何点でしたか、皆さん。あ、何点ですか。億、1億来たぞ。2兆止まりか。2兆止まりか。さすがでございます。じゃあこれをね、見て、ひらりちゃんもなんかやってみますか。ねえ一人ね、もう痛手を負うわけにはいかないんでね。そうですよね、まず、そうですよね。お、でもあれですね、つい最近編み出した、そのあるんですか。そうですね、魚が釣られる時のその顔というか、あれですね。ぜひやってってください。はい、やりたいと思います。あじゃあ結構、顔芸みたいなところありますからね。そうですね、ガンガン映ってて、センターでもやってみましょう。ちょっとじゃあいきますよ。みのりちゃんの魚が釣られた時の顔、いきます。3、2、1、どうぞ。すごい、今ね、ちょうど会場でエビオラが流れて、イントロの、すごい、今めっちゃぴったりだったよ、お魚の。じゃあ一応とりあえず聞きますね。何点でしたか。はい、今0点ですよ、今。0点、まだ0点。5点、20点、25点、25が一番。なんかせっかくね、カフェにいっぱい来てくださってるのと、あとショールームもね、たくさん見に来てくださってるので、ありがとうございます。2人ね、このペアも結構なかなかレアだと思うので。初ですよね。そう、初だよね。初2人でいるなんて、びっくりって感じなんで、ね。はい、スクショタイムをね、いいですか。やばい。しかもなんと、ドキドキ、ショールームのスクショタイムはもちろんなんですけども、なんと今回10秒間カフェの皆さんも写真を やばい撮っていただきます。ってことで、どうしよう、ショールーム先にやって、あ、じゃあお待ちください、まだ皆さん携帯しまってちょっと待ってね、ごめんね、ちょっとね、焦らしていくからね。まずショールームの皆さんからいきますよ。なんかポーズありますか、まるちゃんのおすすめポーズとか。おすすめポーズ、逆にじゃあショールームで聞きますか。どんなポーズがいいですか。何がいいですか。全然来ない。困ったな。チャンスは10秒。チャンスは10秒。パクリ。片組。片組いいじゃん。片組やろうよ。かしこまりました。やばい。じゃあ皆さん、ショールームの皆さん、いきますよ。どうぞ。
狭いここ。取れたかな？どんなもんなの？どんなもん？こんなもん。取れましたか？かわいい。かわいい。じゃあね、取れたかなと思うんで、じゃあファンの皆さんじゃない。カフェのファンの皆さん。はい。ちっとこっちで分かれて取れてる。わかりました。合計10秒なので、こっち5秒、こっち5秒ぐらいのつもりでやっていきますので、よろしくお願いします。はい、じゃちょっと今、お席を外したいと思います。じゃあね、声もあんま聞こえないかもなんですけども、あの雰囲気楽しんでください。はい、この壁も結構いい壁なのでね。いい質なんで、やっぱ、ね、この上にね、収録の皆様のコメントがあるので、投資して頑張ってね、見ていってもらえたらなと思います。ということで。すいません、ではまずこちら側のお客様から5秒間撮影タイムにさせていただきます。行きます。5、4、3、2、1、終了。ありがとうございます。次反対側の方、5秒間撮影タイムにさせていただきます。5、4、3、2、1、終了、終わり。みんな閉まってください、カメラ。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、撮った写真はあのハッシュタグラスタイクルカフェをつけて見てもらうと、あの見に行くのでぜひお願いしますってことで、ショールームの皆様お待たせしましたってことでね、ショールームの皆さんもこのスクショした写真をぜひラストアイドルカフェ、うん、あのつけてツイートしてください。ありがとうございます。またね。ありがとうございます。ということで、いっぱいありがとうございました皆さん。ということでね、こんな感じで終わっていくんですけども、最後ね、前回もやりましたあのカフェの皆さんにプレゼントということで、今回も1名様にあの今回座席番号をね聞くので、当たった方に対してこちらのカフェオリジナルのランチョンマットにサインを書いて、2人のねサインを書いてプレゼントさせていただきます。はい、これもねレアなんで、じゃあみのりちゃんにせっかくなんで、ね、いいんですか？やばい。じゃあ、はい、ってことでこんな感じで入っておりますので、お願いします。おー、ちょうどみのりちゃん流れてるよ。かわいい。あ、ゲーム好きなの？そうですね、結構ゲームやってますね、最近はスマブラを。やろうよ一緒に。持ってるよ。本当ですか？超弱いけど。やばい、嬉しい。じゃあ引きましたので見たいと思います。お、何番？みんな何番？一桁目、一の位。待って、一桁目からいくあ、どっちの位からいきます？一桁目でいこう。じゃあ一桁目、5。あ、絞られたんじゃないか。結構どうだ？10の位はドロロ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 、ピーン、35です。いらっしゃいました。35。わー、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ今書いてあって、じゃあちょっと私先に書かせていただきますので、はい、なんかわりちゃんはフリートークをどうぞ。いや、ちょっと本当に、でもいや本当に来させていただいて本当ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。初めてなんですここ来たの。なんかこんなにこんな感じで楽しくお話できるなんて、もうなんかもう本当にアドレナリンがすごいです、今本当に。アドレナリンがすごいです。ありがとう。いや本当にこのね、カレー、あ、さっきカレーの方食べてみなかったんで、ちょっとカレーの方食べてみますね。実は小学校中学校の頃カレーがめちゃくちゃ嫌いで、お母さんが作ったカレーでもなんかお父さんが食べてみなさいって言うから食べてたんですけど、それでも食べれなくて、マヨネーズと納豆をかけて食べてましたね、一時期。結構美味しいんで、やったことありますか、納豆カレー？あ、でも結構ありますよね。なんかないですか？めちゃくちゃ美味しいんで、皆さん今日は夜ご飯ぜひ納豆カレーでよろしくお願いします。はい。あ、でもここか、あ、そうか、ここが晩ご飯ですよね皆さん。なるほど。じゃあちょっと食べてみたいと思います。おいしい、おいしいですね。なんか、おいしい。めっちゃなんか自分家では絶対甘口しか食べないんですけど、これ何口ですか？何口ですかね。中辛。甘口しか食べれない人間でも中辛が食べれます。はい。おー、よかった。めっちゃ美味しかったです。あ、よかったよかった。そう、前も言っちゃったんですけど、シチューがちょっと甘めなので、ちょっと
辛めで作ってもらいました。あれは混ぜて、じゃあもう完璧で、いい感じに口がすごい、すべて計算されてますね。ありがとうございます。本当に素晴らしい。じゃあお書きになってください。はい、行ってきます。結構ねメンバーの顔にかぶっちゃう、こう、そうです、恒例のやつで、ね、だんだん行きましょう。みのりちゃんは誰にかぶせていくのか、待って待って、私みのりちゃんにかぶせてないから大丈夫全然大丈夫、セーフでした、よかった。一期生のね、サムサム同期のね、サムサムとウッディあたりがね、被害を被ってるかなってところなんですけども、じゃあ私もね、シチューまだ食べてない、いただこう、シチュー、いただきます、シチューね、よいしょ、じゃあシチューをいただきます。うん、顎の筋肉が優しくなった、すごいすごい優しくなるね、このシチュー。でも本当にこのシチュー美味しいんですよ、ガチで。ね、美味しいよね。私結構家のシチューよりも好きで、ここのシチュー、ね、お母さんには秘密なんですけど今もう本当に美味しくて、あの君のシチューもね結構人気だったと思うんですけども、このね、カレトラ、カレトラって言うんですっけ、皆さんはカレトラって言ってる、みんなカレトラもすごく美味しいので、ぜひ食べてほしいなと思います。でこれもねすごい美味しいんですよ今日。うん、このカレトラともすごい相性がいいんで、今日頼んだやつなんですけど、私がフルーツスカッシュもおすすめです。お、かけた？はい、かけました。お、やった、えらい、ちゃんとペンをしまってる。お、いい感じに、そう、ちょっとね今回黒の出が悪かったんでカラーですね、なんとめっちゃかぶせるめっちゃかぶせてる。じゃあちょっとチラッと見せましょうか。3、2、1、じゃーん、バワーン。あんま見にくいかな。めっちゃね、赤いのがみのりちゃんで、ピンクが私なんですがっつりいきましたね、みのりちゃん。いや、結構がっつりいきました。容赦ないです。今回あれなんですよ、なるべくアンダーミンタにインクがいくように書きましたわざとね、はい、まあ、自分にもかかってるよ。そう、ちゃんとバッチリいきましたね。え、でもすごい、町田ほのかちゃんめっちゃ鼻血出したかみたいな。えー、やだ、決めなさい、ごめんなさい。すごい悪意があるよね、これ。ごめんなさい。でもね、私ちゃんとね、ハートにレイヤーがかかってる、すごい。なんか、そういうのやればよかった。いや、ちょっとやっぱね、こういうとこですよ、計算っていうのは。あー、ちょっとそう、計算してないけど。学びます、もうちょっとこれから、はい、どんどん学びます。いや、でもこれ面白いですね、じゃあ。これも、帰りにですよね、プレゼントもね。そうですね、この後お渡しします。ありがとうございます。ということで、これもね、あの、今後、もうちょっとこの放送やっていくと思うんですけど、毎回やる予定なので、皆さん、今日来てくださった方はもちろん、まだね、放送見てる方もまた今度やるので、うん、その時来てほしいです。お願いします。よろしくお願いします。ってことでね、そろそろお別れのお時間ですよね。うん、早い。でもすっごい楽しかった、私。え、めっちゃ楽しかったです。楽しかった？本当に楽しかったです。そう、めっちゃね、緊張してて、あの、そうなんですよ。もう大丈夫かなってずっと言ってて、私も緊張してるから大丈夫だよ、みたいな感じで、ね。なんかお互いちょっとなんかまだ、どさまぎしてる感じだったんですけど。そうそうそう、でもなんか今すごいいい感じでね。え、もうやばいですね。めっちゃ超、なんか少しでもね、また仲良くなれて、本当に嬉しいです。楽しかった。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。すごい。ショールームの皆さんもどうでしたか？あ、でも楽しかったって言ってくれてる。楽しかった、ありがとう、ありがとうございます。皆さん、ポチポチ、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。またね、2人でなんかこう、カフェ以外でもね、そうですね。え、楽しかった。ちょっと、またそうですね、いつかやったらよろしくお願いします。はい、お願いします。こちらこそ。はい。ってことで、今回の、カフェからの配信は、ここまでとさせていただきたいと思います。お相手はって、なんかすごいラジオから急に、急に語られて、なんて言うんだろう。以上、真島若菜と、高橋みのりでした。ありがとうございました。ありがとう、カフェの皆さんもね、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ということで、バイバイ、いきますよ、3、2、1、ポチ、あ、まだだった3、2、1、ポチ、バイバイ。